はい、どうも。今日は今日と明日東京ドームで行われる AKB48 グループコンサートの写真を買ってきたので紹介します。 AKB48 と HKB48 の写真を買ったので紹介します。3セット買ったので3セット分の紹介をします。まず AKB48 から紹介します。まず提供できる写真から紹介していきます。名前は言わなくチームだけ言います。チーム B、 チーム A と、チーム A、 チーム B、 チーム4、 チーム8、 チーム K、 チーム A、チーム4、チーム8、チーム B、チーム K。 これが提供できる写真です。続いて提供できない写真を紹介します。チーム B、 チーム B、 これは2枚あります。セミコンしてます。チーム K、 これが提供できない写真です。提供できない写真は名前も言います。チーム K、 横山由依。チーム B、 高城亜希がセミコンしてます。この3枚は提供できません。続いて HKT の紹介です。まず提供できない、できる写真から紹介します。研究生、チーム H、 チーム H、 チーム K4、 チーム K4、 チーム H、 研究生、チーム K4、 研究生、チーム H。 これが提供できる写真です。続いて提供できない写真を紹介します。チーム K4、 チーム K4、 チーム H、 チーム H、 チーム H、 名前も発表します。提供できない写真は名前も発表します。宮脇さくら、友永美代、橋間メル、松岡夏美はセミコンしてます。
提供できない説明は以上です。それでは終わります。さよなら。最後に置いとくので、この HAM AKB48 と HKT48 の写真は提供、この2つの後ろにいっぱいありますが、このこれは提供できる写真だけが置いてあります。ではこの辺で終わりたいと思います。以上です。さよなら。